今日の舞台はパナソニックスタジアム吹田。天気は晴れ、最高のピッチコンディションで迎える一戦となりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ガンバ大阪がサガン鳥栖と戦います。お互い手の内は分かっているでしょうが、正攻法で来るのか裏をかいてくるのか、気になるマッチアップになりましたね。ホームチームの先発をご覧ください。福西さん、 4-4-2 のフォーメーションでしょうか。はい、選手同士の連携が重要です。ディフェンスはゾーン戦術、オフェンスはサイドを中心に組み立ててくるでしょう。アウェーチームのラインナップをご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ボールダッシュが鍵になります。ここ私立吹田サッカースタジアムは収容人員およそ4万人を超える2016年に全面開場されたスタジアムです。見事なスタジアムですね。いよいよ試合が始まります。ガンバ大阪ボールのキックオフです。高いボールで裏へのパス、鈴木武蔵、パトリックだ、シュートが決まるか。攻撃を断ち切れていない。ピンチをタックルでしのいだ。ちょっと消極的なパス回しです。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。鈴木武蔵、ボールポゼッションを失いました。ゴール前に入ってきました。ディフェンスがうまく対応。なんとか追いついてボールをキープします。ここで攻守が入れ替わります。小泉圭、ファン速攻、サガン鳥栖のうまいパス回し、チャンスを伺います。危ないシーンでしたがクリアして攻撃を断ち切りました。1点リードにできるか。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。なんとか追いつきましたね。パトリック、ボールを回して相手の隙を伺います。決めれば勝ち越しです。キーパーが止める。これはスーパーセーブでしょう。はい、間違いありません。あのキーパーじゃなければ確実にやられていたと思います。ボールはゴール前、コーナーは手前でカットされました。
コーナーキックを蹴った。ここはディフェンスがクリア。高いボールで味方を裏に走らせます。クロスはマイナス。ここはどう攻めるか。プレッシャーにも負けずボールを守っています。これは読んでいたか。インターセプトしました。まずはしっかりとボールをキープします。さあクロスか。中を狙ってきました。ここはクリアして危険を逃れます。パトリック、ドリブルで侵入していきます。ここはカットされました。攻撃失敗です。このボールはタッチを割ります。スローインです。ここは一旦クリアしました。鈴木武蔵、これはいいタックルです。ボールをダッシュしました。小泉圭、なんていうかイーブンな展開が続いていますね。ポゼッションもほぼ五分五分でしょうか。何か変化が欲しいですね。危険なスルーパスでしたがキーパーが好判断。前線の選手が下がります。チャンスメイクができていません。短いパスをつなぎ様子を伺っています。パトリックだ。パトリック、これはナイスカット。窮地を出しました。ボールをしっかりとキープ。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。パトリックだ。ボールが外に出てゴールキックです。アディショナルタイムが1分追加されました。ポゼッションは相手に渡ります。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。膠着した前半が終了しました。あまりチャンスは多くなかった気がします。互いに失点を怖がっていた気がします。ゴールが入るまで試合は動き出さないかもしれません。後半の試合がこれからスタートします。前半は見どころが少ない試合でした。得点を入れて試合を動かしてほしいと思います。ボールをキープしてサポートを待ちます。ディフェンダーを抜いた。現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。ここでボールを失いました。どこまでドリブルするのでしょうか。
サイドをえぐって中を見る。ボールがこぼれている。この反応を見るとサポーターは PK にならなかったことに不満のようですね。一方相手のサポーターはシミュレーションじゃないかと抗議しているようです。まずはパスを回して隙を狙います。敵陣へボールを運ぶ。パスは完全に読んでいた。タッチを割ってスローイン。選手を交代するようです。鈴木武蔵、ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ニアサイド側を狙ってきた。さあどうなる。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。勝ち越したい。ボレーシュートです。入った。ゴール。フィニッシュはボレーで決めてきました。リプレイが出ます。このクロスでうまく崩しましたね。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。小泉圭、相手に渡したかのようなパス。これはいけません。高いボールで裏を狙います。ドリブルで進んでいます。仕掛ける前にボールを奪われました。藤田直之、カウンターを仕掛けるチャンスです。サガン鳥栖のうまいパス回し、チャンスを伺います。さあクロスか。これはどうなりますか。鈴木武蔵、低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。さあ交代の選手がピッチに入ります。小泉圭、藤田直之、ここはボールを回していきます。あっとこぼれた。何をしてくるのか。シュートを狙う。ポストに当たった。シュートが枠に嫌われなければ今頃同点でしたね。パスをつなぐことでしっかりとゲームをコントロールしているように思いますが、いかがでしょう。そうですね、しっかりと意図を持ってパスを回していますね。ゲームを作っていますよ。タッチラインの外へ押し出されました。スローインになります。与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。
パトリック、パスを返します。ガンバ大阪の攻撃です。相手をかわします。さあここで一気に仕掛けられるか。チャンスです。入った。残り時間が少ない中、貴重な同点ゴールです。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。パトリック、最後のチャンスになるでしょうか。ゴールを割れれば決勝点になるでしょう。深くえぐってマイナスに出す。ホームのサポーターの声がどんどん大きくなっているようです。時間が少なくなっていますが、勝ち越しゴールは生まれるでしょうか。体力的には一番厳しい時間ですが、この声を聞けば足も止まらないでしょう。期待したいですね。中を狙うか。キーパーに渡りました。藤田直之。アディショナルタイムに3分加算されましたね。時間がなくなってきました。勝ち越すためにもここでうまくチャンスを作りたいですね。サガントスのうまいパス回し、チャンスを伺います。素晴らしいスルーパス。いや、相手が反応しました。いい読みですね。90分間戦いましたが、決着はつきませんでした。